フォーカスオンフォームとは、マイケル・ロングの提唱した概念で、コミュニケーションや意味理解を中心とした活動の中で、学習者の言語形式へのつまずきなどをきっかけにして、時折形式の指導にシフトするというもの。形式には、文法、音声、語彙などが含まれ、どのタイミングで形式の指導に移るかや、どの程度明示的に指導するかなどは、研究者によって定義が分かれる。 ある教育的介入がフォーカスオンフォームとみなせるかそうでないかについては形式に注意が払われるよう言われる前に学習者が言語の特徴の意味や使い方に気づかねばならないかどうかに左右されるフォーカスオンフォームはコミュニカティブな活動において学習者の注意を言語の形式にも向けさせる内容言語の形式フォーカスオンミーニングはコミュニカティブな活動において 学習者の注意を内容に向けさせる。内容のみ、フォーカスオンフォームズはオーディオリンガルメソッドのように学習者の注意を言語の形式のみに向けさせる。フォーカスオンフォームはマイケル・ロングが1988年に提案したものである。ありがとうございます。